より小さいドジャース10からゼロメッツ、21日、日本時間22日、ドジャース・スタジアム。ロサンゼルス、米カリフォルニア州、21日、日本時間22日、イコール斉藤恒博、ドジャース大谷翔平投手、29、が、新たな日本人の歴史を刻んだ。メッツ戦に、2番 DH で出場し、3回の第2打席で今季5号の先制ツーランを放った。 メジャー通算176号で松井秀喜氏を抜いて日本人メジャーリーガーの最多記録を更新した。3打数2安打2打点でチームの連敗は3でストップ。究極の打者を追い求めながらポストシーズンその先の頂点を目指す。わかりやすい比較表、大谷翔平、松井秀喜、イチローの日米各9回での本塁打ペース。 大谷の本塁打生産ペースを試合数で見ると、日本ハム時代は8、4試合に1本、大リーグでは4、2試合に1本と大きくペースアップした。何打数に1本打つかの本塁打率、打数割る本塁打、も日本21、6、米国14、6にアップ。松井衆は試合数で3、8、7、1、本塁打率は13、8、25、4とダウンした。 1> 都米1年目のマン年齢は大谷、24歳、松井秀、29歳、イチロー、28歳。大谷が米国でピークを迎える年齢だったこともあるが、日本の投手や打者が大リーグで日本時代を上回る成績を残すのは難しい傾向にある。